こんにちは、池田真子です。はい、今回は GU の購入品を紹介していきます。今回はシンプルで着回しやすいアイテムを購入して、それぞれねすごい可愛いので、ぜひお買い物の参考にしてください。はい、まずこちらパフィータッチハイネックチュニックを購入しました。こちらが1990円です。はい、こんな感じのね、ちょっと丈が長めのニットになっていて、カラーは全部で6色展開でした。で、今回ブラウンを選んだんですけど、こちらはね、そんなに色が濃すぎず、なんかよく見るとちょっといろんな色が混ざったような優しいブラウンですね。生地はね、パフィータッチっていうだけあって、なんか軽くて柔らかい肌触りです。はい、今回身長159センチで M サイズを選びました。M だとね、首周りもちょっとゆったりができるので、こう苦しさとかもないし、こう首が詰まって見えにくいのがいいなと思います。で、丈は結構お尻周りが隠れるぐらいの丈になっていて、このサイドスリットも入っているので、こんな風に出してきててもすごい可愛いです。このゆるくダボっと着られる感じが可愛いですよね。で、上がゆったりしてるので、下はちょっと細めのシルエットのものの方が、スッキリして見えると思います。このまま出してきても可愛いし、前だけ軽くインしてきてもいいと思います。こんな感じで着ると、前から見るときはちょっとスタイルアップして見えますよね。あとはこういうハットとか合わせるだけでね、一気におしゃれ感がアップするので、小物も合わせながら雰囲気を変えていろいろコーデを楽しめると思います。はい、スカートと合わせるともうちょっと柔らかい印象になります。このニット自体もね、全然チクチク感とかも気にならないので、すごく着やすいと思います。これもインしても可愛いし、ちょっとアウトにして緩い感じでラフに着こなすのもありです。あとは今年もトレンドのね、こういうファーベストとかを重ねて着てあげても可愛いと思います。これはもう万能ニットなんでね、ぜひ取り入れてみてください。はい、次めっちゃ可愛いです。こちらフェザーヤンオーバーサイズカーディガンです。これが2990円でした。もうこのふわふわ感たまらなくないですか。しかもね、肌当たりもすごい滑らかで気持ちいいです。カラーは3色展開で、こちらブラウンなんですけど、ちょっとまたさっきのブラウンとは違うような色味になっていて、ちょっとうっすらピンクっぽくも見えるような感じの温かみのあるブラウンですね。はい、全体のイメージこんな感じです。はい、実際着てみるとこんな感じで、カーディガン自体ね、そんなに重みも気にならずにふわっと羽織れます。で、これ前はフックがね、一つついているので、ここを引っ掛けて、はい、こんな感じで閉じて着ることもできます。で、今回 S サイズを選んだんですけど、 S でもね、結構ゆったり着られるなと思います。この袖もちょっとね、ボリュームがあって可愛いですよね。こちらも丈はお尻周り全部隠れるぐらいになっているので、スキニーとか履いた時も結構体型カバーにもなると思います。はい、全身こんな感じです。中をね、同じようなトーンで揃えてあげると、このカーディガンによってちょっとこう縦のラインを強調してくれるので、普通に着た時よりもスタイルがよく見えます。はい、スキニーと合わせたらこんな感じです。ちょっとね、足元ロングブーツとかにしてあげても可愛いですよね。こういうスキニーを履くとね、結構腰回りが張ったりとか気になる時あると思うんですけど、そういうのもこのカーディガンを羽織ることで、このね、一番気になる部分をカバーできるのが助かるなと思います。ちょっと袖まくって着るとこんな感じです。これは本当に軽くてあったかいし、肌触り心地も気持ちいいのでね、ぜひゲットしてほしいです。ちょっと今ね、もう汗かいてきてて、めっちゃ暑いなと思って気温見たら28度でした。え、今10月やんな。10月ってこんな暑かったっけ。はい、じゃあ改めて次紹介します。こちらです。ブラッシュドリブフレアパンツを購入しました。これが1990円です。これセットアップが可能な商品なんですけど、今回下だけ購入しました。カラーが3色あって、こちらベージュです。これアプリで見たら残りわずかって書いてたので、お早めにチェックしてください。人気なんかな。はい、生地がね、こんな感じの肝のジャージーリブ素材っていうのを使用されてて、すごい温かみのある素材です。触ってもあったかいですね。この内側もこんな感じで同じような素材なので、肌寒い時期にぴったりです。で、形がね、これフレアシルエットになっているので、足がね、綺麗に見えます。はい、今回 M サイズ購入しました。これ両サイドね、ポケットもあるので、ちょっとそこまで出かけるっていう時もね、いろいろ入れとけるのが何かと便利です。で、まあこのポケットがある加減もあってか、ちょっと腰回りはふっくらして見えるような形になっているので、これが気になるって方は上からなんか羽織ったりとか、丈が長めのトップスと合わせてあげれば綺麗に見えます。はい、最初に紹介したニットと合わせてあげるとこんな感じです。
これだったらね、腰回りカバーできるので、さっきのこの分厚きっていうのも気にならないし、足元はね、こう下に向かってこうフレアになってくれているので、すっきりとした印象に見えると思います。はい、あとこんな感じでね、ハットとか合わせてあげると、コーデ自体すごいカジュアルでラフなんですけど、ちょっとねおしゃれっぽく見えたりとか、はい、あとはニット帽と合わせてあげると、もうちょっとカジュアルな印象にもなります。はい、スウェットと合わせたらこんな感じです。全体的にね、淡い色になるので、バッグとかでちょっと引き締められる色を持ってきてあげるといい感じになると思います。本当にウエストがゴムなので、パッと履いてパッと出かけられるっていうのもすごい便利で、部屋着にもお出かけの日にも使いやすいですよね。はい、あとこれ前回の GU 購入編で紹介したものなんですけど、このね、これもセットアップで着れるやつで、このトップスとパンツね、同じデザインで同じ生地だったので、こういう組み合わせもできるなと思います。履き心地もすごいいいのでね、こちらもぜひ探してみてください。はい、次こちら、キモタックテーパードパンツです。こちら1990円でした。こちらカラー5色展開で、今回ナチュラルを選んでいます。はい、こちら起毛素材を使用したテーパードパンツになっているので、もう冬にぴったりなデザインになっています。肌触りもね、すごい良くって、めちゃくちゃあったかいです。で、お腹周りでベルトも通せるようになっていたりとか、なんかもう本当にしっかりとしたパンツに見えるのに、後ろこうゴムになっていたりとか、めちゃくちゃ履き心地も良くて動きやすいっていうので、超万能なパンツです。私このパンツ去年購入してめちゃくちゃ履いたんですよ。もう本当に万能で、そこからもうちょっとお腹の締め付け具合を和らぐように、こういろいろ改善もされてるみたいです。はい、履いてみるとこんな感じでね、確かにこのギャザーが減ったおかげか、腰周りがすごいスッキリして見えるなと思います。あとは形がすごい綺麗で、足をね長く見せてくれます。お尻周りも程よくゆとりがあるので、まあなんかこうピタッとしすぎて透けたりするようなこととかもないと思うし、あとはウエストもゆとりがあることで、厚めのインナーとかを着た時も安心してインできると思います。はい、こういうコーデュロイジャケットと合わせても、なんかカジュアルになりすぎずに着こなせます。あとはベージュなので、まあ、どんな色と合わせても、なんかその色を引き立たせてくれるような感じがして、カラーアイテムとも合わせやすいのがいいなと思いました。はい、最後アクセサリーです。こちらミニピアスセット、これはね、これだけ入って790円です。カラーもゴールドとシルバーがあって、今回ゴールドにしました。で、私ポイントがね結構溜まってたので、このポイントと引き換えてもらいました。こんな感じでピアスが3種類と、あとイヤーカフもついています。 JU のピアスね、今までも何回か買ったんですけど、結構なんか長く使えるものが多い気がする。はい、せっかくなので全部つけてみました。なんかね、これすごい程よいサイズ感で使いやすいなと思うし、はい、反対側もこんな感じでね、すごい小ぶりなので、もうどんなコーデにも合わせられると思います。このイヤーカフもね、こう触っちゃうとすぐ取れるんですけど、この内側にちょっとこう入れ込むような感じで、ここと一緒に挟んであげると取れにくいと思います。なのでこうやってね、あの耳にかけたりする時もあんまり触らないようにだけすれば大丈夫なはずです。まあ、ちょっと耳の形によってもね、いろいろこうそれぞれフィットするところあると思うんですけど、ちょっとそれに合わせてつけてみてください。はい、ということで今回は GU の購入品を紹介しました。もうどれもね、1個持ってると本当にいろんなコーデに合わせやすいアイテムばっかりだと思うので、まあこれからの秋冬にぜひ活用してみてください。人気の商品はね、本当に売り切れが早かったりもするので、ぜひお早めにチェックしてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。